皆さんこんにちは。プランツガーデンパラダイスです。少し前にガジュマルの実験結果の動画を出したんですけれども、挿し木でも根を太くすることができるのかということで、結果できたのですがよくね、お店に売られている人参ガジュマルのような足の長い大きな形にはならずに、このようなジャガイモのようなね、丸い形ばかりが作られました。これはこれで可愛いんですけどね。その時の動画でありがたいことにたくさんのコメントをいただきまして、いろんな体験談やこうしたらいいんじゃないかというアドバイスをもらいましたので、今回の動画はいただいた、その時にいただいたコメントを参考にさせてもらって、新たに人参ガジュマルのように大きな長い根にするための実験をね、いろんな条件をにしてやっていきたいと思います。はい、ここにあるガジュマルたちは去年、2023年の春4月頃ですねに挿し木をしたものです。その時11本作って、今のところね、11本全部枯れずに育っています。この11本のガジュマルたちは初めから全て2階建てにしています。使った枝もね、最初はだいたい同じぐらいの大きさ、太さと同じぐらいの長さの枝を使っています。その時の動画もあるので、よかったら概要欄のリンクから見てみてください。植えてからちょうど1年経ちます。今のこの状態、この動画を撮っている段階で、このまま行くとね、全部元気に育ちそうで、ありがたいことなんですけれども、全部元気に育ちそうで、正直これだけ全部どうやって管理していこうかなと密かに思っていました。もちろん育てるつもりですけれども、思ってたので、今回ね、実験をするということで、これだけの数があれば、いろんな条件の鉢を作ることができるので、育てておいてよかったなと思います。はい、鉢が黒くて全然裏が見えていませんが、鉢底からね、根っこがたくさん出ている鉢が多いんです。まだ1年しか経ってないんですけれどもね、これなんてすごいですよね。最初のね、枝の長さはだいたい同じぐらいだったんですけれども、この1年でかなり個体差が出てきました。枝の太さ自体はまあ多少違いますけど、そんなに大きくは変わっていません。何よりこの長さですね。この画面左側に枝の長さの長い鉢を集めて、右側に低いというか、それ以外の同じくらいの高さの鉢を集めました。だいたい長いのが 1,2,3,4 本ですね。多分ね、この枝が出ているのが多いのはこの鉢が一番じゃないかなと思います。高さは低いんですけれどね。これらの鉢は去年2023年の7月頃に一度だけ剪定をしました。
剪定すると脇芽が出てくるので、切ったところからそのもともと成長の遅かったこの高さの低いガジュマルの方がもしかしたらその脇芽が増えてたくさん茂っているという形のような気がします。本当はね、剪定も何もせずにそのまま3年間過ごしておきたいんですけれども、まあ育てるスペースが、この子たちを育てるスペースがそんなに場所を取れないので、我が家ではだいたい1年に2回か 1回か2回、様子を見て剪定することにしています。今見えているのが長さが長い方ですね。土から上がだいたい15センチぐらいです。やっぱりこの今手前に見えているこの高さの低い方の鉢と比べると一直線に上に伸びているものが多いですね。去年の7月に剪定した時に大体ですけど同じぐらいの長さにカットしているので、この個体差はそれよりも後に成長した差ということになります。結構差が出ていますね。はい、今回の実験では大きく8個の条件の違いをつけてスタートさせたいと思います。まず1個目ですね。1つ目は植えてから1年後、まさに今この時の状態の根の様子を見てみたいと思います。一鉢だけね、今から土から出していきます。どのガジュマルを使おうかと悩んだんですけれども、まあ長くもなく短くもなくちょうど標準的なこの鉢を使おうと思います。鉢底から少し根っこが出ていましたが、本当に少しだけですね。明らかにもっとすごく出ているものもありましたからね。はい、歯ブラシですね。これで根の隙間に入った土を落としていきます。以前の動画でお水で洗った方がいいよと、早いよとコメントもいただきました。確かにそうだと思うので、皆さんは同じようなことをするときはお水で一気に洗い流した方が早くていいと思います。じゃあなんで私は歯ブラシを使っているのかというと、今ここで水洗いをして、戻ってきて、その後根を確認してこんなんなってますよって確認をして、また元のように植える予定なんですけれども、その時に洗ったガジュマルの水滴と土が手袋にべったりつくのが嫌なだけそれだけなので、皆さんはね、水洗いできる環境なら水洗いを推奨します。はい、はい、これが1年後、2段階にした1年後の根っこの姿です。ちょっとだけね、この辺とかちょっとだけ太くなっていますよね。根っこの茎から土に植わってる部分もちょっとだけぷっくりしているような形ですね。まあとりあえずこれ1年ではあんまり大きくならないということですね。ちょっとだけはなりましたけどね。はい、では元の鉢植えていきたいと思います。
全く同じような条件にしたいので、2段階ですね。今回も2段階のこう鉢にしたいと思います。使う土は古いのがちょっと汚くなっちゃったので新しい土を使います。観葉植物用の土ですね。これを使っていきます。はい、上に置く2段目の黒いビニールポットはさっきまで使っていたのをそのまま使おうと思います。ちょっとハサミで切っちゃったので、ここは上からテープでまた留めようと思います。はい、それでですね、鉢が11個もあるのでどの鉢がどの条件だったかなっていうのがわからないようになってしまうので、一つ一つの鉢にシールをね、1個目の鉢はこんな条件ですみたいなことを全部書いて、貼っていくことにしました。ちょっとね、2024年の4月って書いてますけど、4月にやる予定だったんですけど、動画を撮る時間が5月になってしまったので、これはまあ書き直すか、多分書き直さないと思うんですけど、5月っていうことですね。はい、では次に2つ目と3つ目の条件、対になっているのでね、2と3をやりたいと思うんですけれども、枝ぶりがいい鉢と悪い鉢ですね。コメントで枝ぶりがいい鉢の方が、根っこが大きくなったような気がしますっていうコメントをいただいたので、ちょっとそれを参考に作ってみようかなと思います。いいというのは、いろいろ条件があると思うんですけれども、まあ、今回は高さが高い鉢と、高さが低い鉢ということで、幹の太さとかこの脇芽の出てる量とかそういうのは関係なく高さだけで考えました。そして3つ目の条件としては枝ぶりの悪い鉢ですね。どちらもそのまま育てます。植え替えはしません。はい、条件として選んだだけです。はい、こちらも全部2024年の4月ってなってますけど5月ですね、すいません。はい、これで2と3が終わりました。はい、続きまして、条件の4つ目ですね、少し大きな鉢に植え替える2段の状態でということです。なぜ少し大きな鉢なのかというと、あまり大きすぎる鉢とか田んぼに植えても根が大きくならなかったとか、栄養がありすぎるとあまり根が張らないんじゃないかとか、そういうコメントもいただきましたので、そういうところを踏まえて、もしかしたら本当はちっちゃく育てて根っこが太い状態にしてみたかったんですけれども、ちょっと大きめの鉢、そんな大きくないんですけれども、今よりも大きめの状態の鉢に植え替えることで、このままの植え替えていない状態の鉢と比べてどれぐらい根っこが大きさが違うのかなっていうのを見ていきたいと思います。これは1鉢だけですね。ちょっと大きめの鉢に植え替えます。はい、今回の動画では、根っこの状態を確認するのは1つ目の時だけでですね。あとは
今回は検証どうだったかって見るのではなく条件を分けるという動画なので、このまま、中身を見ることなく植え替えます。4つ目ですね。少し大きな鉢に植え替える2段の状態でということです。はい、続きまして、条件の、5個目と6個目に入りたいと思います。この辺はね、以前1個前の動画で、作ってみました。長い鉢、あまり横に広くなくて長い鉢に植えた時にどうなるかというのを見たいと思って長い鉢を、探してきました。長い鉢じゃないなかったんですけれども、それを長い鉢のように、鉢底の穴を開けてちょっとせっかくなのでということでモルタルでお家風に作ってみました。2つですね、2つともガジュマルは同じような条件の大きさのガジュマルを選びました。1つは、2階建ての今の状態のままで、もう1つは2階建てではなくして、あの黒ポット、上の黒いビニールポットを外してそこまで全部、土の中に植えた状態で、どうなるのかなというのをやってみようと思います。なぜこの細長い、鉢でやってみようかと思ったかと言いますと、やはりその畑で育てられていた方とか、浅い鉢で育てたけど3年経ったら太くなっていましたよっていうコメントもいただいたので、そのあたりを考えると、もしかしたらですけれども、あまりそのすごく肥沃な栄養たっぷりっていう状態じゃないけれども、その人参ガジュマルのようにね、縦に長く根を張れる状態という状態だったら、長い根っこができるのではないかなと思いました。わかんないですけどね、やってみます。こっちのピンクの鉢の方は動画にはしたことなかったんですけれども、先週1週間かけて作ってみました。ちょっとね、何ですかね、ピンク色を基調によくわかんないですけど作ってみました。はい、では早速植え替えていきたいと思います。使うガジュマルはどちらも同じような大きさですね。このオレンジの屋根とピンクの屋根って言いましょうかね、ピンクの屋根の方に、2段2階建ての黒ポット付きの、状態で植えて、オレンジの屋根の方は、何も2階建てではない状態にしようと思います。まずはピンクの屋根の方から植え替えていきます。はい、植え替えが完了しました。意外とね、土をたくさん入れたのでどうなるかちょっと期待ですね。はい、今回じゃないピンクのものは5番ですね。条件5番目、長いポットに入れる2段の状態で、はい、続きましてオレンジ色の長いポットの方にも
植え替えていきたいと思います。こちらは条件6個目長い鉢に植え替える、段なしって書いてますけど2階建てではない状態ということです。早速やっていきます。はい、オレンジの方の段なし2階建てなしの方の植え替えが完了しました。まあこれぐらい深いとねあまりその2階建てにしたのかここまで埋めたのかっていう違いが影響があるのかどうかわからないですけど一応2階建てなしということで植え替え終わりました。最後です、最後ではないんですけれども、残り5本残っているんですけれども、こちらは7、8の条件が、まあ、そのままあと1年置いておく2025年の春まで置いておくその後にこのままの状態で開けてみるというのが、7の8と8の8ですね、を選びたいと思います。ですね長い、茎っていうか枝が長くなっているものと、低いものと2種類残ったので、低いものと、7番が低いもの8番が、長いもので作っていってで残りの3つは、そのままあと2年ですね2026年の春まで置いておこうと思います。こちらの方にも長い鉢と短あごめんなさい長い枝の鉢と短い枝の鉢を残しておきます。あまり公平というかね同じ条件ではないんですけれども残ったのがこれなのでこれで、作っていきたいと思います。今貼っているのが、貼り付けているのが9番、あと2つですね10番と11番、すべてそのままあと2年、トータルで、3年間ですね、置いておいた状態っていうのを見てみる鉢になります。全然ピントが合ってなくてすみません。はい、これで全ての鉢の条件を作ることができました。あとはですね、ちょうど今5月の、21日に、動画の撮影をしているんですけれども、時期的に剪定をするにもとてもいい時期なので、剪定すべての鉢の剪定をしておきたいと思います。長く伸びていた枝もだいたいみんな同じぐらいの長さにしておこうかなと思います。はい、今回も剪定でね枝がたくさん出たんですけれどももうちょっとさすがにね家で育てる量ではないのでもしかしたらちょっと育てて誰かにあげるかもしれませんが動画はこれで終わりにしようと思います。増やす動画ですね。はい、こちらは、化学肥料ですね環境性肥料ですねこちらを入れておきます。ちょっとねすみませんスプーン半分ぐらいだのつもりだったんですけどもっとちっちゃい鉢はもうちょっと少なくしなきゃいけなかったんですけれどもこの時全部同じぐらいの量で入れてしまったので後で
少なくしています。あまりね肥料を上げすぎるとダメですし、本当はねこの植え替えてすぐに肥料を上げるというのはダメなことなんです。2週間ぐらい経ってから上げるっていうのが一番いいんですけれども、前もねこうやってやっても全然大丈夫だったので、今回は根鉢をあまりこの根っこ自体を1個目の鉢以外はあまり崩さずにそのままスポッと植え替えて鉢増しとかこう鉢の入れ替えをしただけなので そこまで影響はないと思うので入れています。普通の植え替えの時はやめてくださいね。傷んでしまうというか弱ってしまうので、やめてあげてください。でもガジュマルはすごく強い植物なので、時期さえ間違わなければこの4月5月6月ぐらいだったらほとんど何をしても問題ないぐらいですね。それぐらい元気なので。はい、これはトントンストッカーで、オルトランをあげています。2ヶ月3月頃にあげたので1ヶ月2ヶ月経過しているので、殺虫剤ですね。粉貝殻虫とかついてしまうのであげておこうと思います。はい、最後に、鉢底から出るぐらいたっぷり水やりをして終わりにしたいと思います。ですね、7番8番はこの、あと1年ですね。2025年の春に1回というか開けてみてどんな形になっているのかなというのを2鉢だけ確認します。そして残りの鉢はすべて再来年ですね。だいぶ遠い話ですけれども、2026年の春までこのまま育てていってどうなったかなというのを2026年の春にまた前のように実験結果ということで動画にできたらいいなと思っております。それまでにね、また剪定だとか、悲しいですけど枯れてしまったとか何か変化があれば動画にしようかなと思いますが、なければ基本的にこのまま様子を見ていって、2年後にどうなったかという動画を上げれたらいいなと思っています。それまで皆さんすごく長い話ですけれどもチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいかなと思います。頑張りますのでよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。